羽生凱旋公演のためにスペシャルゲストが駆けつけた。2006年トリノオリンピックの金メダリスト、男子フィギュア界の一時代を築いたプルシェンコ選手、新オリンピックチャンピオン羽生選手の凱旋公演のために出演を快諾。プルシェンコさんから永遠の憧れのスケーター、プルシェンコ選手との歴史的な花束贈呈。世界を極めた2人だけが共鳴する崇高なる空間、間違いなくこれからも良きライバルとしてフィギュア界をリードする2人です。選手と地元仙台での共演という歴史的な一日になりましたが、今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、本当に今ね、本当に忙しい彼がこうやって仙台のこの公演に来てくれて本当に嬉しいなっていうふうに思ったよ。あとやっぱり本当に素晴らしいスケーターですし、僕は本当にずっと憧れているスケーターなので、一緒に氷の上に立ててるってことが本当に光栄ですね。Well, I feel great. I feel awesome. Of course, I wait for my performance because after Olympic Games I have big surgery. So after surgery, it's going to be first exhibition with a new Olympic champion with such a great guy, first of all. Such a great guy and genius. So I'm happy. I'm happy to be here. I'm happy to be in Japan with Yuzuru-san. この後、プルシェンコが圧巻の演技。ソチオリンピックで世界の頂点に立った羽生、彼には幼き頃から憧れの選手がいた。ゆずる君の目標を聞かせてください。プルシェンコのスコアを抜かしてオリンピックで1位になることです。トリノオリンピック金メダリスト、ロシアのエフゲニー・プルシェンコ。羽生も憧れたその強さから皇帝と呼ばれる。しかしソチオリンピックでまさかの事態が。演技直前の練習中、着地でバランスを崩し痛めていた腰がさらに悪化。プルシェンコ、男子シングル演技を行いません。母国開催でまさかの途中棄権、引退もささやかれた。あれから4ヶ月、腰の手術を行ったプルシェンコは現役続行を発表。そして復活の舞台に自身を追い続けた若者のふるさと宮城を選んだ。Ну я очень счастлив прежде всего, что меня пригласил Юдзуру кататься вместе с ним на одном показательном, на всех показательных выступлениях. オリンピック後初めての演技、プルシェンコ復活の舞。ロシアの皇帝Evgeni Plushenko. The song was 2012 年ヨーロッパ選手権で優勝した時のショートプログラム、ストームです。トリプルコアループ。まさか怪我をしていたのかというほどに軽いですね。高速に歓声が上がります。
怪我、そして手術と大変だったと思うんですけれども、30歳を過ぎて競技会を続行しようというその気持ちの強さというものがやはり素晴らしいですね。すごいと思います。やまない高速のステップ、情熱な演技がこの仙台の会場を包みます。出ますね。羽生選手の凱旋公演に最高の贈り物となりました。Thank you very much for them. You know, they clapping for me, I skated for them. So I did my heart for the audience. That's why they like me, maybe. もう一度仙台に来てくださいますか? Of course. Please invite me. And now I'm free. Because for sure I'm not going to skate this season like amateur, like in the sport. But for the show, yes, I am available. And of course I would like to skate also here. It's a beautiful city and beautiful arena. And of course, beautiful audience.そしてプルシェンコ選手登場です。羽生選手とさあまさに最高のコラボレーションを見せています。最高潮を迎えた夢の空間、 MJQ ウェディングプレゼンツ TogetherOnIce もいよいよグランドフィナーレへ。されたアイスショーということだったんですけれども、それぞれの個性を生かして力強さ、伸びやかさ、情熱、全てが入った素晴らしいショーだったと思います。見ているこちらも力をもらえましたし、本当にこう温かい気持ちになれましたよね。
世界ナンバーワンでは満足しない19歳の青年がその先にある絶対的なオンリーワンとしての高みを見据えています。つい最近まであどけなさを残していた希代のスケーターは今やたくましさと精悍さをまとい絶対王者としての道を歩き始めています。これからもフィギュアとともに羽生結弦選手がさらに輝く希望の光で宮城を歓喜に包んでくれることを期待したいと思います。そしてもちろん感謝の気持ちを込めて